これが日本の酒だ。世界の皆さん、こんにちは。こんにちは。スーパーサムライブラザーズのサムとライです。よろしくお願いします。お願いします。今日の企画なんですけど、はい、まあ、見ての通りね、日本酒っていうのを揃えまして、ワクワクって感じですね。そうなんですよ。まあ、コンビニでこういう感じで、まあ、日本酒以外にもお酒だったりとか、おつまみを買ってきたんですけど、今回ね、僕皆さんに伝えたいのが、例えば旅行でホテルに来る時とかあるじゃないですか。あります。で、まあ、飲みたいけど店まで行くのはちょっとだるいと。あるね。じゃないですか。うん、着いたその日とかね。そうなんですよ。うん、そういう時にサクッとコンビニで買えるけど、日本人の僕らからしても安いのに結構飲みやすい日本酒、これね、紹介させてもらえたらと思うんです。じゃあとりあえず乾杯しましょうか。そうですね。出てから行きましょう。世界の皆さんに乾杯。乾杯か。とりあえずね、今日はおつまみも買ってきたんで簡単に紹介させてもらいます。これもね、コンビニで買えるやつなんで。タコワサっすね。居酒屋とかでめちゃめちゃ出るんですけど、この前たこ焼きの動画あげたじゃないですか。うん、あれと同じタコを使って、でわさびのちょっと辛い香りがついてるおつまみで、結構さっぱりした味付けが好きな人にはおすすめのこんな感じのやつですね。次紹介します。あとね、このイカの塩辛ってやつ、ソルティッドスキットってこれはね、結構好き嫌い分かれると思うんですよ。はいはいはい。これは日本人でも結構好きな人、嫌いな人分かれる。うん、まあ、味はまあ本当名前の通り、イカを何、塩漬け。いや、塩なんかね、肝とかそっち系がちょっと味付けに使われてるはずなんですよ。うん、なるほど。うん、じゃあ匂いすごい、匂い強いか。まあ、これも日本に来たら、うん、まあちょっと試しにね、日本酒の妻にはめちゃめちゃ向いてるんで、うん、ぜひ試してみてください。やってください。次いきます。次ね、このなんだこれなんだこれ、当たり目、スルメ的な感じのやつですね。うん、これもイカだよね。うん、干した感じのイカですね。これがこんな感じになってます。これは日本独自だと思いますけど、なかなかないだろうね。うん、こういうのね。まあイカなんですけど、ただこれ噛み切るのがすごい難しくて、ずっとこう口の中でずっとゆっくり噛んで味わっていくみたいな、そういう食べ物ですね。それがいいんだよね。うん、でこれがシシャモ。シシャモ、うん、これね、カメラマンもね、飲酒して適当な感じなんですが、今日はお餅シシャモ。はい、こんな感じですね。こいつらを当てに日本酒もいただいてみます。まあ、こんなね、日本の感じ、日本風のおつまみ全部コンビニで買えるので、めっちゃ試しやすいよ。確かに。うん、居酒屋行くよりもめちゃめちゃ気軽に使える。最強ですね。あとこの前、コメントでスコットランドの方からいただいたコメントで、スコットランドのお酒飲んだじゃないですか。はいはいはい。でもちろんスコットランドの方のことは僕らも愛してますし、ぜひ他の国の方々の、おすすめのお酒もあれば、ぜひこのサムライたちとコラボさせてもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。何やってんすか。いや今日カメラマンで呼んだはずなのに何なぜか飲酒をしてる男がいるんですよ。何飲んでるんですか。これストロングゼロでしょ。おお。そりゃそうでしょこれね、これ何だっけ、これストロングゼロってどういう感じのお酒。日本では路上で飲めるっていうお酒なんですよ。路上で飲んでても誰からも何も言われないっていう、でアルコール度数も 9% と結構高いんだね。なかなか高いんで、なるほど、手を得る。なるほど。おすすめです。仕事をする気があるのかな君は。いや、仕事はしてますから。大丈夫です。やりながら。じゃあ返しますわ。はい。うん、じゃあね、日本酒もじゃあ開けていきましょう。オッケーオッケー。というわけでね、まず日本酒飲んでいくんですけど、この山田錦っていう銘柄ですね。これは別にとんでもなくすごいブランド品ってわけじゃないですけど、日本の結構居酒屋さんとかで日本酒って頼むとスタンダードで出てくることが結構多い、メジャーな銘柄っすね。でここでサムのワンポイントアドバイス、例えば日本にお仕事に来られる外国の方いらっしゃれば、ちょっと喜ばれるかもしれないのが、
まず日本の文化としては相手方にお酒を注ぐっていうこういう文化がありますね、うん、まあこうまあまあ飲んでくださいよなんていう形でこうお酒を注いだりするんですけど、その時にさりげなく相手に銘柄を見せておくというのが細かいジャパニーズマナーなんですよね。細かい細かいよね。これがでもね日本のまあいいとこというか、まあ、独自の文化だよね、まあ、やらなくてもいいんだけど、でそんな時に本当はまあまああなたも飲んでくださいよって注いでくれるのが一番いいんですけど、こうやってね、はい、サイムさんもどうぞ。ありがとうございます。でここでさりげなくパコッと見せると。そうなんですよ。で例えばこういう他のお酒を飲んでたりもするんですけど、その中新しい日本酒とか来ると日本人はやりがちなんですよ。もう一回乾杯ってやつ、はい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 、やるんですよ。さっきこれで乾杯しました。ただこっちの日本酒でも乾杯しちゃいたいんですよ。酒の銘柄があるとすぐ乾杯する、そういう日本人です。じゃあもう一回乾杯。これね辛口なんですよ日本酒が。飲みやすい、ね、甘さ控えめで結構キリッとしてるんですけど、そういうやつこそこういうおつまみと合わせて飲むのがあんまり癖がない分合ってるんで、おすすめです。辛口とあと何、普通のこいつは、うん、普通、まあどっちかというとちょっとフルーティーに近い感じかな。こいつよいよ、うん、サムさん的にはどっちが、どっ、いやどっちもいいんですけど、おつまみといくんだったらこういう辛口、辛口パリッと、例えば海鮮とかお刺身とかあるじゃないですか、うん、まあこっちが向いてる、うんうんうん、でこれだけ日本酒だけ飲んだったらこっちがおすすめって感じですね。なるほどね。こんな感じでございます。辛口とかはどうやってわかるんですか。辛口はね後ろに、あーでもこれ日本語だよ。日本語だよね。まあここはテロップで、うん、まあ、こんな感じみたいな。外国の方が知りたいなと思った場合はどっちが辛いの、どっちが甘いのって日本の店員に多分聞いてくれれば、おもてなしの精神できっと答えてくれるはずです。信じてください。お願いします。ではね、次この山田錦っていうやつから、確か八海山っていうこのお酒もね次飲んでいこうと思います。こういう感じで開けていきまして、いや僕が注ぎますよ。僕注ぎますよ。ジャパニーズコミュニケーションですね。いただきます。ありがとうございます。はい、僕がじゃあこれ勧められたらね、こう一回食いって飲んでからね、かなりしてこう入れてもらうっていうのはまためんどくさいマナーなんですね。一回一回こうエシャックというか、そうだよね。じゃあ改めて乾杯。結構日本で改めがちなんですよ。改めがちね。うん、あ、違うわ、味がやっぱり全然。結構普通に全然違うな、うん、まあまあ甘め、こっちは最初の、なんだろう風味っていうか、うん、甘みが来るね、最初にね。ちょっとキリッとしてないね、こっちは。でもまあ、これはこれで、これだけ飲むんだったら別に全員いいね。そうね、レディーにおすすめかもね。確かに。くのいちの皆さんに。くのいち、いただきましょう。うまい。これ、めちゃめちゃ日本酒に合いますね、うん、これ。うん。あ、タコワサめっちゃうまい。うまいね、うん、ちょっとやっぱお酒のおつまみだから、うん、味がちょっと濃いじゃん。確かに。海外のビーフジャーキーとかそうじゃん。確かに確かに。ちょっと濃いんだけど、最近結構気になることは、うん、日本の天ぷらの有名店とかでも、うん、ワインとかで飲んだりするんですよ。そうなの。逆に言えばもう皆さんの世界をね、味付けとか料理とかで日本酒も逆にいけちゃうんじゃないかと。いけるっしょ。そう。ということで、あの世界の皆さんのおすすめおつまみ教えてくれたら僕ら頑張ります。さっきね、あの別企画で自販機を回ってきたんですけど、その時におでん取ったんですよ。こんな感じで、これ缶から移してお皿にあるんですけど、これを今からレンジにかけて、これもやっぱおでんとね日本酒めちゃめちゃ相性がいいんで、これをおつまみに飲んでいきます。待ちます。待ってる間に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 サムの日本語レッスン、イエーイイエーイイエーイ。皆さんね、日本にはヤバいっていう言葉があるんですよ。例えばですよ、ヤバいどういうことかというと、まあ仮にですよ、
僕たちが筋トレをしようとするじゃないですか。その時にね、はいはい、腕立て伏せってやつがありますね。はい、プッシュアップね、プッシュアップ。プッシュアップですか。多分。でその仮に親指2本しか使えない、そんな状況が起きました。はい。はい、じゃあそんな状況ね。おいおいサム、親指しか使うなよ。これはやばい。今の状況がやばい。やばい。やばい。いや、やばい。あの悪い方の意味はこんな感じで使うんですけど、例えばじゃあ例えば、例えばね、このタコワサがめちゃめちゃうまい時、うん、これ食うじゃないですか。こんな感じでね、よっしゃ行こう。やばい。今のやばいはこれいい意味です。いい意味のやばい。要はね、やばいっていう 表現っていうか言葉っていうのは、その例えば普通の精神状態があります。いい方、悪い方、両方に大きく開いたときにやばいって言っとけば、日本人はとりあえず喜ぶんで使ってみてください。やばい。 OK、できました。温まったそうです。まあ、今回はこの缶のおでん使ったんですけど、まあ、コンビニでもね、買えるんで食ってみていいですか。匂いすごいいいな。結構心配だな。大丈夫。うん、うまい。だし効いてる感ありますね。マジ、うん、やばい。うまい。本当にうまいよ。本当にうまいよ。うん。え、俺何買ったのかな。いや、本当に美味しい。え、じゃあ大根いっていい。うん。大根は絶対食べるから。これ美味しいね。ちょっと一口でいっちゃうよ。いや、自販機だと思って舐めない方がいいぜ。これマジでうまい。結構普通にうまくない？ビビった。出汁が染みててめっちゃうまい。うん、うまいな。コンビニよりうまいかもしれない。しいよ。だって420-430円ぐらいしたら。うん、430円ぐらい。4ドルぐらいしたんで。普通にうまいっすか。普通にうまいっすわ。というわけでね。はい。何と合わせても日本酒美味しいっすね。美味しいね。うん、ただね、動転したのが全然この動画の趣旨に関係ないんですけど、自販機で取ってきたおでんのクオリティの高さにびっくりしてます。そうだね、マジで美味しい。めちゃめちゃ美味しい。もちろん日本酒も美味しいんですけど、まあ、さっきも言ったんですけどね、あの皆さんの世界の例えばお酒とか、まあ、お料理おつまみなんかがあれば、うん、ぜひ日本のものとコラボさせてもらったりとか、そういう文化交流を楽しめたらと思いますんで。まあ、日本酒は売ってると思うんで。売ってる売ってる、うん、海外でも、うん、海外のバーとかでも結構取り扱ってるとこ最近増えてるみたいなので、うん、まあ、試しにトライしてみていただいて、ぜひ。でおつまみは今日本の紹介しましたけど、うん、ね、ビーフジャーキーとかね。そうね、そうね。ピクルスとかね、うん、アンチョビとか多分何でも合うと思うんで。確かに。ぜひコラボさせてもらえたらと思います。はい。というわけで今日は侍の杯編でした。あとね、チャンネル登録お願いしますよ。よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。ありがとうございます。